アドバイザーとしてのた、えー、お金のアドバイザーとしてのご相談ですね。成長性のある市場、あと食品市場どうでしょうか。あとこれからの国、成長性でこれからの国、おすすめの国、場所どうでしょうか。まあ、僕はフィリピンにいるので、確かにですね、今後30年経済的に最も成長する世界ナンバーワンの国って言われてるんですね、フィリピン。ただですね、勘違いして、もう和食、お店出せば売れるんじゃないかと、日本のブランドのものだったら何でも売れるんじゃないかと、ものをですね、輸入して、そういうわけじゃないんですよね。やっぱりビジネスの基本的なところとか大事な部分、肝を押さえてないと。で、特にランチェスター戦略っていう、僕がコンサルで、戦略のベースにあるものなんですけども、弱者の戦略ですね。こうきちんとやっていかない限りですね、ただ立ち上げてもですね、資金の無駄になってしまうということなんですよね。なので、成長性のある国にしっかり投資する。まあ、フィリピンはもちろんいいとは思うんですけども、きちんと戦略を持つということですね。ただ、個人的には韓国の生鮮市場はいいかなと思ってます。